はい、こんばんは。今日はですね、12月7日に行われましたトランプ大統領とムンジェイン大統領の電話会談のニュースと、その電話会談が行われるきっかけとなりました、中国王毅外相の訪韓の真意を探ってまいります。まずはニュースを読んでまいります。朝鮮日報です。韓米米韓首脳が電話会談、トランプ大統領、韓半島の状況深刻。ムンジェイン大統領とトランプ米大統領は7日午前30分にわたり電話会談を行い、北朝鮮問題を協議した。両首脳による電話会談は今年5月以来7ヶ月ぶりだ。北朝鮮が7日午後、トンチャンニの発射場で大陸間弾道ミサイル ICBM 関連のエンジン実験を行う直前のタイミングだった。青瓦台はトランプ大統領が先に電話会談を要求したと明かした。青瓦台はこれまで韓米米韓首脳による電話会談がどちらの要請で行われたのかについて明らかにしてこなかった。北朝鮮が挑発の兆候を見せたことを受け、トランプ大統領が先に会談を求めてきた点を強調したと分析されている。青瓦台のコ・ミンジョン報道官は会見で、米韓首脳は最近の韓半島の状況が厳しいという点で認識を共有し、北朝鮮と米国による非核化交渉が早期に成果を達成するため対話のモメンタム、流れを維持すべきだとの点で一致したと述べた。米ホワイトハウスのディア副報道官は、トランプ大統領とムン大統領が韓半島の懸案と北朝鮮に関する展開状況などを協議した。両首脳はこれら問題について緊密な意思疎通を続けることを約束したと述べた。あと省略します。で、記事の中にあります、韓米米韓首脳は最近の韓半島の状況が厳しいという点で認識を共有し、北朝鮮と米国による非核化交渉が早期に成果を達成するため対話のモメンタム、流れを維持すべきだとの点で一致したと述べた。米ホワイトハウスのディア副報道官は、トランプ大統領とムン大統領が韓半島の懸案と北朝鮮に関する展開状況などを協議した。両首脳はこれら問題について緊密な意思疎通を続けることを約束したと述べたってありますけど、まあこれは表向きの発表ですよね。そもそもですね、トランプ大統領は北朝鮮との交渉において、まあ、ほぼ独断で動いておりまして、韓国のムン政権の意見を取り入れたり頼りにしたことは一度もありません。またですね、アメリカのトランプ政権はムンジェイン政権について米朝の仲介役としても機能していないというふうに評価していると言われています。米朝協議にムンジェイン政権が入る余地はないと言ってもいいでしょう。またトランプ大統領は8月24日 G7 の外交安全保障をめぐる議論の席で、ムンジェインという人は信用できないと発言したとされています。また翌25日にも、なぜあんな人が大統領になったのかと重ねて批判したと報道されています。さらにですね、このジーソミア問題で米韓関係は過去最悪とも言えるほど悪化しています。こうした状況下でですね、トランプ大統領とムン大統領が緊密な意思疎通を続けることを約束したということを信じる人は、まあ、非常に少ないと思います。ではなぜですね、トランプ大統領はわざわざ自ら韓国のムン大統領に電話会談を要請したのでしょうか。それはですね、先週12月4日5日、中国の王毅外相が訪韓したことが念頭にあると思われます。12月4日と5日、中国の王毅外相が訪韓しました。王毅外相は韓国のカン・ギョンファ外相、ムン・ジェイン大統領、与党の共に民主党のイ・ヘチャン代表らに新たな三府の誓いをするよう強く迫ったと言われています。で、この新たな三府の誓いとは何かと今報じられている内容だけで申し上げますと、まず1番目が、アメリカが韓国に配備したサードシステムを撤去せよ。2番目に、
アメリカが中国、ロシアを牽制するためにアジア配備を検討している新型精密誘導中距離ミサイルの韓国配備を拒否せよ。3つ目に中国の覇権拡大を経済、軍事の両面で牽制するインド太平洋戦略に参加せず、中国の一帯一路に参加せよ。まあこの新たな三府の誓いというものを、王毅外相は韓国のカン・ギョンファ外相、ムン・ジェイン大統領、与党共に民主党の代表に求めたと言われています。でそもそもですね、この王毅外相の今回の訪韓の理由の根源っていうのは2016年まで遡ります。2016年、韓国がアメリカのサードシステムの配備を決定したことに中国が猛反発しました。そして中国は韓国への経済的な報復措置を強めました。ムンジェイン政権はその経済制裁に耐えきれなくなりまして、2017年10月、中国に対して三府の誓いを提出しました。その時の三府の誓いというのは、1つ目、サードの追加配備はしない。2つ目、米国のミサイル防衛体制に加わらない。3つ目、日米韓を軍事同盟にしないというものでした。まあこの日米韓を軍事同盟にしないっていうのは、あのジーソミアが念頭にあると思われます。しかしこうした三府の誓いを2017年にムンジェイン政権は中国に対して提出したんですけれども、それでも2019年11月22日韓国政府はジーソミア延長を発表しました。このムンジェイン政権の態度に、まあ、中国政府が業を煮やして、王毅外相が今回訪韓したというのが実情と思われます。こうした経緯を踏まえて、今回12月4日5日王毅外相が訪韓し、新たな三府の誓いをムンジェイン政権、ムン大統領に迫ったと思われます。そしてその王毅外相が提示した新三府の誓いをムンジェイン政権は断りきれなかったのではないかと言われています。しかしですね、そうしたムンジェイン政権の動きをトランプ政権、アメリカ政府が見過ごすはずがありません。またですね、7日のこの米韓電話首脳会談の前日にも、まあ、一つ気になる動きがありました。 WHO の対北人道支援事業に500万ドル、5年ぶり再開、韓国政府。韓国政府は WHO を通じた北朝鮮に対する母子保健事業への支援を約5年ぶりに再開する。6月の世界食糧計画を通じた米支援決定に続く人道支援で、南北関係が冷え込んでいる中、政治状況とは関係なく人道的な観点から支援は続ける構えだ。韓国政府は6日、南北交流協力推進協議会を開き、 WHO の北朝鮮に対する母子保健事業のため南北協力基金から500万ドルを拠出する案を議決した。中略しまして、ただ北朝鮮が軍事的な緊張を高めている中、支援事業を推進するのは適切ではないとの指摘もある。これに対し統一部は、政府は南北関係の状況とは関係なく北の乳幼児三府対象の人道支援を続けていく方針として、来年も関連事業を推進する計画を明らかにした。こうした支援が本当に困っている方々、こういう支援を必要としている方々に届いているのであれば、行き渡っているのであれば、それは大いに推進しなければならないことなわけですけれども、もしかするとですね、そうした支援っていうのは実際には行き渡っていないんではないかという報道もあるのは皆様もご存知の通りです。つまりですね、こうした状況にトランプ大統領としては、ムンジェイン政権に対し、もう堪忍袋の尾が切れたと言ってもいい状態だと思われます。米韓関係にですね、くさびを打ち込もうとしている中国政府、ムンジェイン政権に対して圧力を強めているトランプ大統領、そして米中の間で外交姿勢を決められないムンジェイン政権、ムンジェイン政権に対するアメリカ政府、トランプ政権の圧力はさらに強まっていくのではないかと思われます。ありがとうございました。